ジブラルタル湾、またはアルヘシラス湾は、イベリア半島南端にある湾である。南北約1 0キロメートル、東西約8キロメートルで、面積は約 75km にで、湾中央部の水深は約4 0 0メートルである。南部がジブラルタル海峡や地中海に開けている。海岸沿いには、集落が密集している。西から東に、スペインのアルヘシラス。 ロスバリオス、サンロケ、ラリネア、イギリスの海外領土のジブラルタルがある。海岸線の大部分はスペイン領であり、湾の東側半分はジブラルタルによって領有権が主張されている。湾の東側の入り口はジブラルタルのエウローパ岬であり、エウローパ岬灯台が存在する。湾の西側の入り口はアルヘシラス西部であり、プンタカルネロ灯台が存在する。 ワンはいくつかの種のイルカ、特にマイルカ、ハンドウイルカ、スジイルカの繁殖地域であり、また何種かの移住性のクジラがワンを訪れる。アルヘシラス、またはジブラルタルからのホエールウォッチングツアーは観光客に人気がある。その他の主要な観光資源はスクーバダイビングである。この地域は第二次世界大戦中に墜落したアブロシャクルトンや M4 中戦車などの残骸や遺物が豊富であり、フェニキア人や古代ローマ時代の船の怒りなどもある。湾周辺の地域は、サンドケ付近の大規模な石油化学基地などや、アルヘシラスジブラルタルそれぞれの港湾などで工業化が進んでいる。湾の海域は、大小様々な船舶、特に石油タンカーや貨物船などに使用されている。石油燃料の補給活動も、 頻繁に行われている。ジブラルタルとジブラルタル湾の宣伝地図、ジブラルタル湾周辺には数千年前から人が住んでおり、湾自体は少なくとも3000年前から商業船が使用していた。ジブラルタル周辺にはフェニキア人の集落があったと信じられており、現在のアルヘシラスの場所には古代ローマ人がポルトスアルバという街を建設した。中世から近代初期には ムーア人やスペイン人なども海岸沿いに集落を建設し、ジブラルタルは要塞化して戦略性の高い港となったが、1704年にイングランドによって陥落した。地中海の入り口というジブラルタル湾の戦略上、重要な位置は何世紀にもわたって多くの異いを引き起こした。湾はジブラルタルの海戦やアルフェシラスの戦いなど主要な海戦の舞台となった。 第二次世界大戦中、イタリア軍はジブラルタル港に停泊中のイギリス艦隊を沈めるため、アルヘシラスから人間魚雷を発射し、ライオネルクラブ司令官の活動は成功も収めた。近年にはジブラルタル湾において、スペインとジブラルタルの間で永続的な論争が行われている。スペインはジブラルタル港周辺のわずかな領域における イギリスの主権を認知していないと主張しているが、イギリスはジブラルタル周辺で湾の中央部に境界がある、通常の3海里の範囲を領土と主張している。特にスペインの漁業者が不法にジブラルタルの領海で操業した問題から、スペインジブラルタル間の緊張状態が高まった。両者が領海を規定する国連海洋法条約に署名し、条約に義務を負った。 1998年にスペイン人業業者が王立ジブラルタル警察に逮捕されると現在もこの地域でのオデッセイマリーンエクスプロレーションの活動がフロリダ州の裁判所で争われているものの問題の大部分は人生化している。ありがとうございます。